小型でおしゃれでシンプルデザインおすすめです。1,2,3,4,5,6,7,8 8個ついております。そして USB 端子、ここで説明が3つ。カメラ OK、 音 OK、 役者 OK、 用意スタート。はい、どうも皆さんこんにちは、監督ラブロー監督です。タワー型電源タップをご紹介していきたいと思います。とてもおすすめです。 Amazon で購入しました。 USB パワーソケット、ベバっていうのかな、ベバ電源タップ、タワーシンプルデザイン、ホワイト、メイドインチャイナ電源タップなんですが、多種多様な商品が発売されております。で、今回監督がですね、選んだポイントとしましては、まず価格がお安いところと、白が好きなのでホワイト、そして安くてもやっぱデザイン性、そういったところも踏まえてこれかなという形でタワー型電源タップというものを今回買いました。早速まず中を開けていきたいと思います。ちゃんとですね、いい箱に入っておりますね。こういった形で入っております。はい、これが本体、そして奥底に取扱説明書が入っておりました。いいね、ちゃんとしっかりしておりますね。コンセントの中ですね、1,2,3,4,5,6,7,8 8個ついております。そして USB 端子、ここですねが3つ。これなんですけども、特にですね、スイッチとかではなく、取っ手ですね、持ち運びとかがですねしやすいような、こういうアクセントがとても気に入りました。はい、であと角がですね、滑らかにくるっとスルッといけるので、こういうところもやっぱいいですね。こちらですね、節電に便利な全部の電気を1回で消すことができる物理スイッチがついております。このコードなんですが、2メートルの電源コンセント、結構長く使えますね。重さがですね、約 600g となっております。はい、片手で全然持てちゃいます。特徴を見ていきたいと思います。で、 USB ポートですね、こちらですね、接続先の相手が所有電力をスマート識別して最適な電流を流してくれますね。 USB に関しては 5V で合計で 4.8A まで対応しております。そして満充電になりましたら、オートで充電を停止してくれます。過負荷保護の電力デザインおよび防火材料によって、加熱、過電流、ショートなどを防止する自動作動のブレーカーリセットがこちらの裏にですね、ついております。電気火災もですね、かなり防止してくれるかと思います。で、保証期間は1年。で、差し込み口、これわかるかな、ここ、感電やホコリを防ぐシャッターが1個1個ですね、すべてついております。お値段が安いとチャッチー作りになるかと思うんですが、こちらはですね、 Amazon で見た限り、この値段でしっかりした作り、コンセント全部使ったとしても倒れることはない、ちゃんとした作り、重さ、設計になっております。はい、やっぱこの持ち手いいね、持ち手いい。これをテーブルにドンと置いて、みんなこれでね、給電したと USB とか使ってね、充電するときにかなり便利な、コスパ良しなタワー型電源タップとなっております。はい、ではですね、接続された様子を見ていきたいと思います。はい、というわけでですね、ベバタワー型電源タップ、こちらを紹介させていただきました。詳細に関してはですね、概要欄に貼っておりますので、もしこの商品いいなと思いましたら、ぜひご覧ください。このチャンネルではですね、おすすめな商品レビュー、エンタメレビュー等を中心に動画を出しております。もし気になりましたらですね、チャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録、この動画見てあった方はいいね、ぜひ押していただけますと幸いです。はい、というわけでまた次の動画で会いましょう。